こんにちは、僕は大成です。こんにちは、私はみのです。今日は学校で誰かポジティブだったからテストしてみます。そう、今日ね、学校から電話あってね、クラスの誰かがコロナになっちゃったから、一応大成もみなほもクロスコンタクトだからね、一応7日間これから学校行かないでお家で滞在して、一応今日ね、この検査キットがあるからね、ちょっと試してみましょうか。オッケー。はーい、じゃあ一回開けてみようか。コロナだった。これでない方がいいね。ちゃんとね、まあ一応気をつけて生活してるからね。一応ね、ちょっと箱見して。箱の裏に書いてるけど、これで検査した後に、これが陽性だったら、ポジティブだったら、このラインが2つつくんだね。C と T のとこ。でも、ネガティブ、陰性だったら C のとこだけ。ちゃんと検査できてなかったら、インバリッド T のとこだけ出るから、これだけ気をつけてね。10分から15分で書いてる。中に説明書が入ってるみたいだから、まあ、これ開けてみようか。開けて。いいよ。はい、じゃあ検査キット開けました。中はこんなのが入ってるね。長い綿棒みたいなのと、液体と、これがあれだね。検査キットのやつだね。じゃあまず2人も手洗ったから、これを、まず、1人ずつしようか。大勢からしようか。まず開けてください。で、開けた後にこのチューブをこの穴に入れるんだって。もう一個入ってる、なんか、あ、これだけだ。うん、これ見して、これね、これが入ってて、どこに入れるの。大成のこの中にチューブあるから、これをチューブをここに刺してください。数限られてるから、丁寧にやってね。で、ここに差し込んでください、この穴に。で、ゆっくりこぼさないように、上のこの銀のフォイルをめくってください。こぼさないようにね。はい、できました。じゃあ次は、綿棒。貸して、パパに綿棒。この綿棒を鼻に突っ込むんだけど、それは後でね。これを 1.5 か 2.5 センチ鼻の中に入れて、その後5回ぐるぐるぐると15秒かけて回すんだって。で、その後同じ綿棒で反対側の鼻も、突っ込んで5回回す、15秒かけてね。で、その後それをこの液体の中に入れて、これは10秒間だって。入れて、その後結果待ちだね。だからとりあえず今やってみようか。ではやります。ちょっとね、プライバシーをインベールするけど、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。はい、あとこっち15秒ね、反対側。涙出るけどね。なんでもう一回、もう一回。なんで涙出てくる。あと鼻の中にこれが入ってるんだよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。 OK です。お疲れ様でした。で、これでこの中に10秒間だね、入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。じゃあ一回これ取ります。はい、できました。これ大成ので、ちっちゃい赤ちゃんのボトルみたい。そうだね。で、これでスクイーズ3ドロップ of the sample solution into the S sample well and start the timer か。 OK、 じゃあ3滴だね。
時間ぐらい。1、2、3、 OK。 じゃあここから10分から15分待ちます。結果が出ました。大成は陰性ネガティブでした。これだね。ネガティブだったらこれ、ポジティブ陽性だったら C と T 両方ラインだからね。大成は OK です。次はみなほちゃんの番です。はい、次はみなほの番です。きれいに開けてね、テーブルに置いといてね。どうする、もうコロナあったって書いてたら悲しいね、テストの前にね。で、いいかな、うん、これね、みなほのね、うん、どの痛かった？めっちゃ痛い。涙出たぐらい。涙出るよね。長い綿棒鼻にね、15秒ずつ入るもんね。15秒入れるとき1分ぐらいの感じする。そうだよ、長いよね。痛いとき嫌だね、長く感じるね。私なんか、めっちゃ長いんだとか。それどこに置くよ。ああいうことでテーブルの上いとき、なんかめっちゃ長い、痛いからめっちゃ長い感じして、そしてかわいい、まだ5秒と思った。じゃあとりあえずみっちゃんにも入れます。はい、来てください。来てください。痛いけどね、ごめんね、ごめんね。もう近く来てください、遠いです。こっち向いて、こっち向いて、いくよ。痛い。でも蜂蜜入れない、入れないと、入れないと。ミラホ、それ15秒、4分するよ。 OK、 一回鼻噛む、噛む、一回。うん、うん、めっちゃ痛かったんだけど、うん、と考えると、たし、もう、たしも涙出とった。みなほ2歳もっとヤングだから。そうそうそう、まだね、8歳だもんね、みっちゃんはね、うん、はい、はーい、いくよ、こっちこっち来て、遠い遠いパパから、こっち見て、こっち見て、そうそうそう。1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、うん、ごめんね、ごめんね、ごめんね。あと片方だけ、片方終了。片方だけ、あと片方だけ。なんか痛い、痛いね、ごめんね、ごめんね、パパしたくないけどごめんね。なんか、なんかパパこれで1分ずつ入れた感じすぎる。15秒、ね、はい、15秒だけ。はい、いくよみちゃん。うん、鼻、これじゃあどこ行かないで、どこ行かないで、鼻くそが目の上手についた、どこ行かないでみちゃん。はい、来てください。早くしないと検査できないよ。1、2、手を抜けて、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。オッケーでーす。痛いねー。気づいた、さっきからずっとこれしとった手で。あ、言ってる。はい。みんなの目が赤い。それ悲しい。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。じゃあテストしてみましょう。だでしょ。よし、じゃあみなほのチェックしようか。パパ、一瞬みなほこうした時に手が触って鼻くそがついた。一瞬だけね。いや、それぐらい。うん。ん？一、二、三。何かな。じゃあ待ちましょうか。うん。これでゆっくり上がっていくよね。どん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 
上がっていきます。今はだいたいネガティブだって T に棒がない。でもどうする、全部棒なかったらなんか C となんか D。 じゃあこれもう一回しなあかんっていうこと。んそれもう一回入れるか。これあー痛くなる、もう一回。いやまだ棒4本ない。あったうん、これ10分から15分待たないとダメだから。でも今のとこは C に線が出てきた、で T に線がないから陰性だね。今のとこいい感じ。じゃあ10分待ちましょうか。今のとこいい感じ、 C しかないからね。ミナホの結果が出ました。大勢はトイレ。はい、ミナホも陰性でした。よかったね。今パパやってる最中、今徐々に上がってきてる最中だね。パパまた10分待たないとダメだけどね。パパも陰性だったらいいね。ま、10分待ちましょう。はい、みんなの検査結果が出ました。幸いにみんな陰性でした。右から大勢、みなほ、パパ、バーバ、これがネガティブです。ママはね、お仕事までしたんだって。で、ママも大丈夫だって、陰性だったって。だからみんなコロナじゃありません。でもね、一応ね、学校から言われたように7日間お家でいるから、ちゃんとこれからお勉強とかお家でしてね。じゃあバイバイしてください。バイバイ。